滝沢秀明率いる、とべ、豪華メンバーが揃い踏みする東京ドームコンサート開催へ、東京ドームでの豪華なコンサートが、滝沢秀明氏が率いる、とべ、から発表されました。滝沢氏は昨年10月に旧ジャニーズ事務所を離れ、今年3月に、とべ、を設立。その後、多くの退職組が合流し、新グループ、ナンバーアイも誕生しました。 来年3月の東京ドームコンサートでは、戸部所属の全アーティストが出演し、ファンにとっては見逃せないイベントとなりそうです。戸部の成り立ち。戸部は、滝沢秀明氏が率いる新たなエンターテインメントカンパニーです。滝沢氏はジャニーズ事務所を退社した後、自らのビジョンを追求するために、戸部を立ち上げました。 今年3月に設立されたばかりのこの新生グループは、ジャニーズからの退職組や新たな才能が次々と加わり、多彩な顔ぶれで注目を集めています。ナンバー I の誕生。トレに所属するキング・アンドスの元メンバー3人が、新グループナンバー I ナンバー I を結成しました。 滝沢氏の下で新たな一歩を踏み出した彼らは、10月にグループを発足させ、今回の東京ドームコンサートにも参加することが発表されています。ナンバーアイのメンバーは、元 V6 の三宅健、元キスマイフト2の北山博光、そして平野市要、神宮寺優太、岸優太、イムップの佐藤真、影山拓也、横原祐樹、紀春介、 椿康氏が、鈴木大が、松井壮、大統立機の13人。彼らが一堂に会するステージは、多くのファンにとって夢のような瞬間となることでしょう。東京ドームコンサートの見どころ。来年3月の東京ドームコンサートでは、トべのすべてのアーティストが出演します。これにはナンバーアイのメンバーだけでなく、 他の所属アーティストも加わり、総勢13人が一堂に会する予定です。このコンサートの見どころは以下の通りです。多彩なアーティスト陣の共演、もともと異なるグループに所属していたメンバーたちが、一つのステージで共演する機会は非常に貴重です。異なるバックグラウンドを持つアーティストたちが融合し、新たなエンターテインメントを作り出すことが期待されます。 シングループナンバーアイのデビューステージから10月に結成されたシングループナンバーアイは、このコンサートでの出演がデビューステージとなります。ファンは彼らの初披露に期待が高まっています。戸部のエンターテインメントの幅広さ逃亡を滝沢秀明氏の指導のもとで、音楽だけでなく様々なエンターテインメントを展開しています。コンサートでは音楽だけでなく、ダンス、 パフォーマンスなど、多岐にわたるエンターテインメントが楽しめることでしょう。滝沢秀明式率いる渡べ、の東京ドームコンサートは、多くの期待を背負ったイベントとなりそうです。異なる経歴を持つアーティストたちが一堂に会し、新たなエンターテインメントを紡ぎ出す様子は、ファンにとって感動的であり、音楽ファン全般にとっても見逃せないものとなるでしょう。 飛べの新しい一歩となるこのコンサートで彼らの未来に期待が高まります。